さあということで第3試合がいよいよゴングを迎えようとしていますが、まずは両者リングの中央向き合います。ロイド・バンダム、ブルーのパンツ、そして黒のパンツはゲイリー・グッドリッチ。格闘王国オランダの名にかけて死力を尽くしたいというこのロイド・バンダム、そしてプライドの番人ゲイリー・グッドリッチ。バンダム29歳、グッドリッチ36歳。一度自らのコーナーに戻りました。さあそしてトムハリック会長の元気が飛びましたね。名物の配定ですね。はい、さあこれで気合が入ったか。ランダムジャッジ、ジャッジ、レディレディレディダルマイ。第3試合今ゴングが鳴りました。さあ生田に掴みかかっていった。さあグッドリッチだ。しかし上から抑え込んだバンダム。さあこのプライド特別ルール1ラウンド5分3ラウンド制、判定あり延長なしです。さあお互い抱き合うような形になりましたが、リングの端押し込んでいこうというグッドリッチ。グッドリッチ選手が相撲でいうもろ差しですね。もろ差しの状態、腕が効かない状態になっていますね。そうですね、あの剛力で締め上げて今から投げる体勢じゃないですか。はい、さあそして高田さん、ああそして投げましたね。見事な腰使いでサイドに持ってきましたね。さあサイドに持っていき、ここからバンダムを料理していこうというプライドの番人。上から右のパンチ出していこうかという場面ですが、今首のあたりに腕をかけていますロイド・バンダム。さあ K1 の資格としてもこのグラウンドに持ち込まれてもうまくパンチを出していきます。さあこの辺でですね、はい、ロイド・バンダム選手がどれぐらいこのグラウンドに対するね練習をしているかですよね。そうですね、高さんこの体勢はどうなんですか。はい、この体勢はどうなんですか。あのゲイリーの有利の体勢ですね。有利ですね。ゲイリー、練習仲間がですね、あのマーク・コールマンとか、トム・エリクソンとか、レスリングの強い選手とやってますんで、このところ非常にあのグラウンドのテクニックが上達してますね。上達してますよね。あれは昔あのこう殴り合うというタイプだったんですけど、そうですね、今はやっぱタックルから投げが早いですよね。早いですね。まあ、今のも素晴らしいタックル、まあ、投げがありましたが、さあ第1ラウンドは始まっています。ここからあの肩固めとかあるいはあの腕を取りたりできるんですよ ね。 そうですね。さあそして両者だけような形で、そして細かくパンチを出していきますが、あと左が入った、あと鼻から出血、大丈夫でしょうか。う、ね、ロイド・バンダム今激しく出血です。重いパンチですよ。もう本当にあの腕で振り回すんですけど、やっぱりあのインパクトだけクッと握りしめてますから、やっぱ効きますよね。あの鼻にこう打ってますから。ああ、このあいいの入ってますね。そうですね。だからあのやっぱ今までのそのグローブのもらってるパンチとまたちょっと違った感じだと思いますね。ロイド・バンダム劣勢に立っています。さあここは上から鼻にめがけてパンチを繰り広げているゲイリー・グッドリッチ。そうですね。バンダムあの足が伸びきってるのは良くないですね。伸びきっている状態ですね。棒の状態ですから、あれは足をこうあの縮めてですね、はい、相手を突き放すような状態 の、 そのスペース作らなければいけないですね。ですから この辺がちょっとまだ対応ができてないということですね。さあゲイリー・グッドリッチが試合を優勢に進めています。上からさあバンダムの腕を取って、そしてあと右、これは何ですか、肩固めですか。今腕を取って、相手があのディフェンスできないようにできないようにしてパンチ打とう。そうですね、はいはい、そして依然として剛力と書かれた腕で逆に正面向いた方がいいんじゃないですかね。そうですね、正面の方がいいですね。正面の方が対応できますね、はい、これはサイドでしょ、横の状態ですからね、ええ、さあロイド・バンダムがもうすでに第1ラウンドご覧の時間帯になっていますが、当たってますよ、鼻に多く当たっています。多くのパンチをもらっているロイド・バンダム。志賀さん、はい、どうぞ。グッドリッチサイドなんですが、こちらマーク・コールマンが、ね、大きな声でまず左手、相手の左手でどんどんパンチを打っていけ、早くマウントポジションに行こうという指示が飛んでますね。なるほど、コールマンからの声も飛んでいるという小笠原アナウンサーからのリポートでしたが、横見てますもんね、横になった状態ですよね、はい、さあ第1ラウンド、あとそしてマウントポジションになりました。完全に上に乗りましたゲイリー・グッドリッチ。ここから拳を振り下ろしていくのか。さあ右腕にはスーパーマンのマーク、左手には剛力、どちらの腕も恐ろしい剛腕がうなる、すごいパンチだ、国立に響く戦慄の音。さあ上から横から右手、効いてますよ、右手、あーっと効いてる、こめかみに入ってる、
完勝ですね。見事な完勝。作戦通りじゃないですかね。打ち合わせも組んでいきました。組んで倒して、はい、第1ラウンド開始直後のあの新井からスカサジを本当に持っていきまして、ロイド・バンナムの鼻をめがけた両手でのパンチ、グラウンドの番人ゲーリー・グッドリッチ36歳、ダイナマイト第3試合の勝利。